それでこういう形の歌になっていったと思うしね。ロンドンで現地スタッフとの交渉や通訳を担当した大竹健さんが当時の宇都宮さんのボーカル録音の様子を語ってくれました。宇都宮さんはもうエンジニアの伊藤敏郎さん、やっぱり日本語で歌を取るので、ニュアンスもそれからふわりも日本語が分かってるエンジニアの人に取ってもらわなければっていうのがあって、伊藤さんがずっとやってらっしゃったので、もうこれは伊藤さんと宇都宮さんの世界で、エアスタジオだろうがロサンゼルスのスタジオだろうが、彼らはきちっと自分の世界を作れちゃう人たちだから、我々が入る隙はないというか、まあ、小室光子さんが歌手をやりながら自分の環境というのを頑張って作ったような気がします。なんせ小室の特に曲は転調が多いんで、そこの難しさもあるんで、いきなりそこに転調して、しかもそこハーモニーがいかなきゃいけないっていうところの誰のハーモニーが一番難しいかとか、いろいろそういうことが多分あったと思うんですよ。そこの苦労もあったんじゃないかなっていう。ものすごく運動神経にさる人、何の運動神経って、スポーツもそうだけど、だってボーリングやったら250オーバーですよで何もトレーニングしてないのに走るの速い、息は切れないっていうね、スーパーアスリートなんです。それだからまず息が切れないってことが大事で、ブレスをすっごいするのが上手なの。短いところでもタイミングで一回ブレスを、まあ、なんていうかな、ハッてするんじゃなくて口開けてパクって噛むような、木管筋化の奏者みたいなこともできるし、でそれを1回できると100回できるんですよ。